マヨコーン大好きガリ VS 小食デブ、マヨコーンピザ15分一本勝負。おーしょー、さあ来たね来たね、久しぶりの、フェニー VS 太郎。はい、ちょっとなんか久々にあのこの企画やって、はい、小食デブって言われたのが笑っちゃって今ちょっとじゃないですか。あ、それ今そういえば僕そのあれだったわ、肩書きがそうでした、はい、未だ変わってないですよ。そうでした、肩書きは。そういえばそうでした。そうですよ、はい、笑っちゃ、思わず笑っちゃいます。なんでと思って今小食デブってなんだよと思って。あんまり公言してないけども、はい、あの3人で飯食う時に1人だけ波乗りですから、いつも別に言うほどでもないからです。でこの間大盛りだったらちゃんとあれ遅かったですけど、ないよ、情けない。まあまあ、まあ、半年ぶりくらいか。結構空いたよね。そう、そんな行く、結構ね空いたのよ。あの今までだったマヨコーン寿司マヨコーン寿司と牛丼、牛丼ね、対決、うん、で、今んとこ、2勝0敗でフェニが勝ってる、うん、そうですね、はい。まあなんか外でやったやつはもう一旦あれはもう抜きにして、まあ番外編としてあれは番外編だとして、はい、食べ物に関しては今のところまさかのフェニーが2勝してるっていう。いや、負けてない。結局でもここで勝たないとやっぱちょっと僕も嫌ですよ、やっぱ気持ちが。ちょっとね、はい、し前言ったの覚えてるか。なんすか。え、次負けたら、うん、一生マヨコーンと牛丼おごれっていう。あ、次負けたらね。あ、だから これでね。そう、これで負けたら大丈夫か。俺忘れてたわ、全然。あ、そう。じゃあ、忘れてた。今回のこちらに用意させてもらいました、はい。開けてみてもらっていいですか。はい。ピザハットさんですね。ドン、はい、ドン、はい、うわいや、これも。全然テンション上がってますね。オッケーですよ。これはピザハットはジャガーマヨコーンっていうピザがあるんだけど、それマヨコーンがなかったから、うん、ジャガーマヨコーンのジャガーを抜きにして、え、マヨコーンをプラスしてもらいました。わざわざ、わざわざそれやったの。ないピザなんだね。ないピザです。オリジナルピザが。マヨコーンピザを作ってもらいました。はい、いやー、テンション上がんないね。サラミとか欲しいよ、やっぱ。サラミとかあのソーセージとかさ、トマトソースとかね、やっぱりピザといったらそっちじゃない、やっぱ、うん、欲しいけど。意気込みはどうですか、太郎さん。いや、まあちょっともうようやくまたこの場が設けられたということで、うん、ずっとワクワクしてました、本当に。待ってました。今日のコンディションはちなみにマジで悪くないんすよ、今日。いつもいいねとか言ってたんですけど、違います、悪くない、今日は。知らねえけど、はい、知らねえけど、もうあの、言い方の精神が落ち着いています、うん、今すごく。なるほどな。3回目のな、はい、対決で、うん、ここ落としちゃったらもう、もう無理だもんね、さすがに。次できないもんね。もうちょっとで、ピザはね、やっぱアメフトで見てる時にやっぱ結構食ってたんで。なるほど、うん、食い慣れてる食材ではあると思うんで。マヨコーンあれだけど、ピザ好きだもんね。ああ、好きです、うん、それは、うん、なるほど。今日はちょっと賞賛じゃないかなと思って。うん、そしてマヨコーンカラーのフェニックス、うん、はい、いいね、カラシじゃなくてちゃんとマヨコーンカラーと。で、今アメフトの時ピザって言ってたけど、ね、まあ僕も一緒に見てるんで、そうよね、まあ、そこに関しては言い分。確かに、いや、それ以上と思って、まあ、その時はどっちが多く食べてるとかあんの、はい、完全に。でもその時はでも俺が食ってるの、ほんと絶対に。俺試合に集中してるから。いや、してないだろお前。ちゃんとまっすぐこう見てるから。お前たまにシャドーバースやってるの見てるぞ。やってるだろ。シャドーバースタクトさんがやってるから。いやいやいや、やってるよ。でもタクトさんにでも逆に鍛えられてるんで、僕あの、タクト OK さんに。なるほどね。エビバディの。だから、食べなさい食べなさいって言われる。なるほどね。普段ニューヨーカーだから、ピザハットじゃなくて、ね。はいはい、ドミノピザ。ドミノピザなんで。もっと大きいやつね。うん。なんですけど。こんなに切り分けられてんだ。すごいね、これ確かに。多いね。うん。12等分。じゃあ15分一本勝負で。はい、まあ、食べ切ったらもうその時点で。まあ、時点で終わりで。終わりですね。はい、終わりです。その49なんで。はい。15分ね。いきますよ。じゃあ、セットこちらでしますんで。はい。じゃあ、いきます。はい。頼む。よーい、スタート。いただきます。いきます。さあ、始めました。始まった。細い。1ピースずつ。あ、確かに1ピース、細めのカットだね。もう一口食べたら。うん。おんもこれ。まあまあまあ。マヨ、すごっ。マヨコーンプラスでね、トッピングさせてもらってるんでね。ああ、全然、シャキついてるわ。あ、コーンが。うん。コーンが新鮮なコーンが。多分俺は一番早かったよな。いや、マジでそう、あの、もう開店と同時にピザハットお店行って、うん、そこで、あの、持ち帰りで。鮮度が。で、買ったそのままタクシーに乗ってきたから。で、統一のやつも。あったかさも多分もう。うん。俺も新鮮にデリバリーした形にはなってる。そうそうそう。まだあの万全の状態であの対戦してほしいから、2人には。そうそうそう。美
シェーキーズでだって1枚いってるからね。あ、じゃあもうだから食べた経験があるっていうことね、うん、マヨコーンピザをシェーキーズでもう1枚食べてるという、うん、シェーキーズ確かにマヨコーンあるな。マヨコーンシェーキーズは90分だから15分じゃないからね。いや、そうそうそう、だから俺食うの遅すぎて雨に寝てたもん、うん、シェーキーズで俺そうね、食べて食べ終わって一回休憩するっつってるやつ。シェーキーズさ、あのピザの種類3種類くらいなのに、うん、マヨコーンと甘い系のピザで2種類取られてるからなんかトマト系のやつ1個だ、もうちょっと欲しいんだよな。あのマルゲリータだもんな。そうそうそういいね、着々と、まあ、うん、ペースは一緒で2枚目パンがやばいね、分厚いのこれ。おお、パンキチが確かいつも大体ドミノピザ行くけど、うん、今回ピザハットなんで。いや、これはまあペースはね、自分のペースで、うんうん、言うても15分まだ全然始まったばっかなんで。で、まあ我々はあの、はい、これを見ながらちょっと今サイドであのこれポテトポテトとチキン、あのサイド買ってきたからそう、これカイジじゃん、や食べながらカイジだろ、食べながら、食べながらってなんだよ、これ酒入ったらもうカイジだぞお前、もうやってる、飲みながら、飲みながら感染して、いつもやっぱこっち側もさ、やっぱその普段食べてる側だからさ、うんうん、この取る側に回るとやっぱ急激にお腹空くる、そう見てるからかやっぱ、うん、で今日これやるにあたって前の動画見たけど、うん、雨にも一言一句同じこと言ってたびっくりしちゃった。やっぱだからそのための対策が今回、うん、そう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 、運営側もやっぱねこっちもね進化してくんね、そう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 こっちもマヨコーンで良かった説ある。マヨコーン、マヨコーン。でマヨコーンは多分あの後で食べれるから。あ、食べきれないそうでね。僕はもう後で食べれると思ってるんで。お前それ買ってきた方がいい。だったら買ってきた方がいい。本当。うまいぞこれ。うわ。だってちなみにハーフ＆ハーフみたいなのを2つ頼んだらさ、うん、なくせるじゃん2人、うん。ってことは1枚分食べれてるってこと、うん。まあね、確かに。でもこれ。本当に食い切った方が勝ちなのか。ピザは本当に鍛えられてると思う。いや、になると思うよ。あ、待って、フェニーの食べ方が耳残してるよ。あえてね。あ、先日。後で行くパターン。耳出してる。あ、後でガッて行くってこと？うん。やめ、3分経過。うん。まだまだ。あ、でも3分で今もう3枚目だから。うん。ギリ届かない、ギリ届かないくらい計算でいったらまだね、開けていけば。でもほら細いのとこもあるからね、この切る、うん、切り方によって、ね、細さが違うんだよね、うん、ちょっとだ丸の円、まあ、パンの耳残してるけど丸の円で言うとフェニが一歩リード、うんうん、はい。あ、でもこの場合どうなんですかこうやって。これはもうあの普通に面接でしょ。で、あとで足します。そのもしあれが全部残ってたとしたら、うん、まあ、こっちで審議、審議ですね、うん、トータル食べた量が、うん、そ, う そ, う そ, う、その戦術をあれなしにしましょう。これは料理にしましょう、ちゃんと。はい、そう後半、後半に置き取れなかったけど、うん、でもマヨコーンピザうまいよな。いや、普通にうまいのよ、うまい、うん、マヨコーン見つけた人は本当天才だと思う、うん、この量はっていう、あれだから、そうだね、あれもクォーターの一角でよくないって思っちゃう。ピザハットしっかり切れてるね、うん、私のカットが甘い時あるよね、うんうん、あの、ちょっとうまくなってきたな。おここに来て、うん、うまいけど、あのニューヨーカーのソーセージ欲しいなお前が言うな、お前も言うんだよお前が言うな味変のなんかタバスコとかペッパーとか用意してもよかったね。確かに、うん、タバスコちょっと薄かったかもな。ピザハットってあれだっけ、緑色のソース。あー、いや、あれペッパー、グリーンペッパー、緑色、うん、あれピザハットあれうまいよね。あ、うまいんだよ、うん、あれあるとちょっと違うかも、うん、ちょっとやっぱどうしても甘めだから、うん、サクッと家にあるなんかだったら今取ってくるけど、タバスコないもんね。いや、あるじゃん、うちの。しょ、なんか。あるじゃない、タバスコあったら、ちょっとタバスコいい。タバスコと豆板醤は絶対ある。豆板醤いやいやいや、辛いのは多いと思う。うん。
タバスコはできたら美味しいかな。フェニーがもう半分、まあ耳はあれだけど、うん、耳が全然あの1枚分ぐらいはある。で耳結構食べんの。これさ、1枚ってカウントするけど、うん、耳ってちょっと違くないですか、ハートさ、ここだけ食うのと耳食うのと、だから分けてるのよ。ちょっとだからそれもお前の一枚分っていうのが、カウントが、あの感情が甘いんじゃないかと思うんですよ僕は。確かに耳をそんなの残すと、確かに終わった後どうしようかな。でもこの状態と耳以外全部のやつだったらもう歴然で、この状態やったらね、残り1枚2枚とかで耳全残しとかの時とかどうしようって感じ。なるほどね。だから食べてほしいな、耳も。わかりやすいから。なあ、だよな、普通そうだよね。いや、時間見ろよ。大丈夫だっつ。これは込みで考えてるから。うん。タバスコありましたよ。いいですか、このね。あと、わかんない。蜂蜜もあり。ああ。蜂蜜ハニークワトルホルマチとかね。そう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 。まあまあ、蜂蜜で使いたかった。味変でもし。僕ちょっとじゃあ、タバスコいきますわ。ちょっと固まってるの使ってないのかな。振り甘いんだよ。甘い。わ、ピザ頼もうかな。もはや。ピザ頼む、うん、頼むか、こっちも。あ、海苔巻きぐらいでも疲れるな。顎はね、これ、だんだんしんどくなってきた。うん、美味しいんだけどね、耳。今半分くらい、うん、残り。でもこれ半分、うん、残り半分だから、これ多分食えるわ。うん。じゃ早く食った方が勝ちだ、マジで。なるほど。まあそっちの方が分かりやすいよな。うん。うん。ってくれマジで。あ、でもきつくなってきたわ。ちょっとパワーだな。パワー、顎の力。うん、ちゃんと耳は全部いってますからね、ちゃんと僕。負ける準備してる。うん、じゃあそこちゃんと判断してくださいよって。ここはまあそのどっちも時間内に食べれなかった場合ね、食い切ればいいよ。じゃあ食い切れば負けないんだよ、そっちは。なんでだよ。いいじゃん、それで。それはなんでだよ。なんでいいじゃん、それで。そんなルールないじゃん。いや、耳のしんどさあるよ、これ。うん。でも、結局耳が嫌で残してるわけじゃないから。そうだよ。そうそうそう。好きで残してるってことは、食べるの早いと思うよ。なるほど。この一番古いやつは、もうほぼスナック状になってるから。いいの、それは。戦略だろ。いや、わかるけど、水で行くのありなのって思っちゃうから、早食いなんか。まあ、ありなの、別にそれ。お、2枚重ねて、うわー、あ、行くね。うん、すげえ。ここに来て、さあ、フェニア、終わりがもう。いや、もう、そうよ、太郎。まあ、今日、太郎の息のね、込める。太郎、マジ、まあ、やばいもんな。うん、太郎がもう息のね、止まってる可能性もある。もう割と虫の息ではあるかもしれない。まだいけます。さあ、もう間もなく残り5分。いや、いけるいける。疲れるの。うん、全然マジで、俺今までの勝負の感じで残る想定だったから、うん、マジこのサイドとあとピザ残ったやつ食べればいいかなと思ったけど、いや、うん、これは食い切れそうだな。いけるよ。名勝負、名勝負というか、うん、いいね、流し込めなくなってくるよね、喉の力とかもあるから、うん。いや、ウーバー見るね。そう、俺携帯今タイマーやってるから一緒に見よう。一緒に見よう。
佳境なのよ、多分、うん、いや状況とかさ、そうよ。ただやっぱあの2枚食いしておうと思ったけどやっぱ止まるな、一口で、やっぱ一口の量がやっぱ、うん、違うから。いいね、うん、今どうなんだろう、マジで半同じぐらいなんかな、スピード的に。その耳のやつとかも考えたら、うん、マジでいや、うん、いや同じくらいと思う。耳ずるくないだって。いや、ずるずるいとか、だから これ見てると納得しないと思うよ、多分。何、俺残さないじゃん、別に。でもじゃあ、この顎を疲れるのとか、絶対そうだろ、うん。でも仮に太郎が今から耳を残すっていう選択をして、うん、スピードで追いついて、時間が来てパンの耳の量が太郎が少なかったら太郎も勝つわけだからね。いいのやっとそれを別にダメ、ダメってわけじゃない、ダメではない、別にダメだろ、ダメってことはない、この戦略、うん、戦略ではあるから。さあ残り3分そろそろもうあのマジで集中してスパートかけてもらって、うん、3分だから残り。お、フィリンが行ったよ、耳も。耳行き始めてるよ。うん。よし、じゃあ俺もそれやるわ、じゃあそしたら。二枚食い？いや、ここだけ残し。耳だけ食うってこと？耳残し。あ、耳だけ食うって、いや、やばすぎるんですよ。いや、でもその、耳だけ食う。真横のところの方が食べやすいから、そう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 、最初に。作戦として、うん、最初に耳だけ食う。硬いところを食べるとかも。あれこれ？まあ、うん。なしではないね。うわ、マジで食い切って勝負ありってとこ見たいけどな、うん、頑張ってくれ、マジで頑張ってくれ。前後に揺れ始めた、うん、水飲んでないからね。そうね、まあ、食べてるとき変に飲まんから飲まないけど、うん、あ、でもピザは水なしきついな、ちょっと。そう、まあ、パンだから、うん、水、水あれじゃん、まずは油で開かない時間を、変なところで時間を取られたマジで、そのすごいぞ。うわ、やばい、1分半残り、うん、さあ、じっこり移る太郎、どうだ、太郎はじっこり移っていない、残り並んできた、残り2枚どっちも両者2枚、さあ、いや違う、太郎3枚あった3枚あった2枚に見えて、大きな1枚と大きな2枚。さあ減らしていく。さあどうだ最後、どうだ最後、残り1分、残り1分、うん、もういいよ喋んなくて、うん、もう集中してくれ。うわこれ、ま、あうわむずいぞ、雨これ。いやこれね、むずいな、ジャッジが本当にどうだ、さあどうだ、さあ30、残り30秒、太郎の目が決まってきた。いやー分かんない、デッドヒート、デッドヒートだあ、怖い。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了！終了！さあ、はい、終了です。今口の中に入ってるのはもうそういうことよね。いいっていうことで。これはまあそうね。まあいいことにするか。いいことにしましょう。うん。さあじ。と、いやまだわからんぞ。まだわからん。ちょっとじゃあ見て、うん、見てみようか。ちょっとね。ちょっと見てみますか。はい。はい、ね。フェニックスが1カットと耳1個と2対4太郎勝者フェニックス、えぇ、ー、い
や、マジかよ。マジかよ。だろう。でも俺これ納得できないです、俺は。全然。何がですか？ルールが甘かったよ、ちょっとルール制定が。いや、ルールはでも。ルール制定。うん。いや、これ最初いいんだったら俺も最初やりましたよ、これ絶対。いや、絶対いや、ちょっと。ちょっと、もう。だってあの満腹状態からここまで行ったんですよ、だって。ん？あの？あの、後半から変えてこれに行ったんですよ、僕。あの満腹状態ですね。でも絶対、どの満腹かちょっと、かってない僕らわかんないんで。いや、俺、これは納得できないですわ。いやいや。これ見てる人も多分納得できないと思うよ、多分。いやいやいや、その、一緒で、うん、要は食べてる量が一緒で、うん、これでもう少しピあのタロがピザも行ってて耳の量とかこの真横の具の大きさとかで、うん、多さとかで、うん、なんかどっちか分かんねえとかはあるけど、僅差でタロが負けたって総重量が分かんない時は、うん、それは、うん、言っていい言い分かもしれないけど、うん、これに関してはもう今もう完全敗北なんだよ。いやこれはちょっと俺許せないっすわ。耳4個ダブルスコアはついてるでしょ。やっぱ、あるもん。なんか俺、正面からやりたかったよ、俺は。ちゃんと、素直に。ちょっと、そんなズルされたの嫌だったよ、俺。で、太郎がその作戦を使ったからね。うん、そう。いや、だから、いや、それ、最初からいいんだったらやってたよ、と思っちゃったよ、それは。ちゃんと一枚計算でやると思ってたから、だって。いや、そこはちょっと俺許せない。多分納得してない、皆さん。いや、一枚計算じゃなくたっていい。俺二枚でもいいよ、これ。ここ、農家でもいいよ。なるほどね。うん。あ、違う、そこじゃない。もう今、スタートから俺はちゃんと一枚食うようにやってましたよって言ってたの。だからなんだよ。だから、俺はちょっと許せない。これ納得できません。何が？もう一回勝負しましょう、これは。また。違う勝負しましょう。いや、これは納得してもらわないと。いや、できません、僕は。これは。ちゃんと大きな罰ついたと。ワンコそばシステムだったら、それはおかしいよ。空にしてないのに、次のやつもらうのはおかしいけど。ピザはね、そう、もうここにあるピザをどれだけあの量食べれるかっていう勝負、配分も勝負じゃんか。これちょっとファイターは納得しないと思うぜ。これはやっぱみんな、あ、これちょっとズルしてるなって思ってる。最後して思ってないよ。絶対みんなこれお前が勝ったと思ってない。それは本当どうする。でもいくら何言っても負けだけど。だいぶ難しいよ。いくら何言っても負け。いや、たぶん、ちょっと、いくら何言っても負けは負けだけど、どうする。僕ら審判の目の色は変わらない。確かにとはならない理由だから。交代だから、やっぱり。なるほどね。だとしたら一生おごります、もう。よっしゃー、変わると思った。いや、変わるというか、俺はちょっとこれ気持ちよくなかった。負けたっていう。ちょっと気持ちいいやりだな。いや、なかった。なんか、すごい。負けるなら、バンって負けたかったのに、なんかちょっと、えっていう。そうじゃないじゃん。ちょっと、あ、え全然違うじゃん。結構。あれはちょっと、俺は嫌だったな。序盤で負けてたよ、待って。いや、だから、ちょっとずつ差が、しっかり開いてってた。見え方が良くなかったなっていうのはすごい思います、僕は。いや、戦いの。はい。俺が、ちょっとなんか、耳の分分かりづらかった。耳分かり、これ、伝わんないもんだって、この辛さ。でも、だからフェリーが、ここで5ピースとか、その耳の分が残ってたら、まだ分かるけど。最後入れたよね、君、ずっと。入れてた。あれもうさ、ちょっと。違う、お前も入れてたよ。お前の方が、この袋多かった。だずるいよ、あれは。何がよ。いやー、これ悔しいわ。ちょっとなんか、いやー気持ちよくない。本当に。ファイターとしての能力、これ。いやー、これ悔しいっす、僕は。もう本当にもっと素直に正面から与えたかったっす、本当に。正面からだったけどな。まあ、ただ怒ります、一生。あ、ちょっと見とく。あ、それはもう、難しいな。それはもう、それはもう見とけます。負けやば、負けやば、見とけます。確かに、一個言えるとしたら、その、全部、あの、フェニの得意なものではあるっていう、今までね。まあ、まあ。てか、次もう、こんだけ負けてんだから、次、太郎の、好きなもの対決が、もうファイナル、正真正銘の。まあ、そうですね。そこで負けたら、もう本当にもう僕、もう一生飯食いますね。生きるために食べてくれる。いや、もう一生飯食わないレベルにします。それファイナルがあるかどうかわかんない。わかります。解説はもう完全に。まあでもそれは、はい、負けました。はい。おめでとうございます。お疲れ様でした。やったー。一生ただだ。一生真横で。一生真横も。嬉しい。はい。くら寿司ね。お、一人暮らししよう。早く。関係ない。